急を要する事態ゆえ、早速本題に入ろう。カチーナが我らナタの英雄であることは疑う余地がない。今回起きたことについては心より詫びよう。ヤガミの国で原因不明の騒動が起き、カチーナの行方が分からなくなった。私も彼女の居場所をつかめていない。原因を特定し、状況を打開しない限り、反魂の歌は本来の力を発揮できない状態が続く。つまりカチーナが戻ってこれなくなるってことか？ああ、ヤガミの国の問題が解決するまで彼女とはしばらく会えない。しばらくってどれぐらいですか？具体的なことは何とも言えない。カチーナちゃんはずっと余巡者の戦争に参加することを夢見てきました。ナタを守るための力になりたいって。あの子は絶対に犠牲になることを恐れません。カチーナちゃんはエンジン様が必ず自分の命を再び燃やしてくださると信じてるはずです。稽古に疲れて二人で一休みするとき、あの子はいつも反魂の歌のメロディーを口ずさんでいました。困難を乗り越えた後、ここに帰ってきてみんなと抱き合いながら興奮と喜びを分かち合うはずだったのに、あの子を応援してきた人たちは一体どんな気持ちで現状と向き合えばいいのですか？安心して彼女の帰りを待てばいいのですか？それとも涙を流しながら悲しめばいいのですか？私たちは彼女の友達？それとも殺した張本人ですか？言い過ぎだ、ムアラニ。構わぬ。君の怒りと悲しみは理解できるからな。私は決してカチーナの生死を軽んじているわけではない、ムアラニ。できれば私もいち早くカチーナを連れ戻し、君や彼女の安否を心配する人々を安心させたい。今直面している難題を詳しく説明しよう。もう少し耳を傾けてくれないか？先日流線の州が襲撃された件と照らし合わせて考えるに、おそらくアビスはナタのルールを乱す新たな方法を見つけたのだろう。ルールを乱す？周知の通り、成果はナタがアビスにこうするための根幹だ。もし引き続き非化聖夜の巡礼を開催し余巡者の戦争を行えば、新たな犠牲者が出るかもしれない。しかしこのまま取りやめれば聖火の力が次第に弱まり、各地にアビスが溢れてしまう。そうなれば今後流線の州のような災難が幾度も起こるだろう。両者を比較すると後者の方がより危険ですね。悪い、こんな無情な話はしたくないが、マリポのキーニチとして代償を図るのは俺の責務だ。事実の残酷さを十分に理解してこそ、怒りに駆られず冷静に現実を見つめることができる。だがこたびの災難の当事者であるムアラニにとって、キーニチのようにどちらの苦しみがより重いかを判断するのは難しいだろう。はい、私には分かりませんし、分かりたくもありません。苦しみの重さを比べること自体、被害者に対して失礼だと思います。なら私が帰化聖夜の巡礼を中止にしようがしまいが、君の苦しみは変わらない。そうだな？はい。カチーナちゃんのことは心配でなりませんが、だからといって他の人を犠牲にしたくはありません。問題の核心はそこだ。単純な比較や選択に頼ってもこの問題は解決できない。私がどの選択をしようとそれぞれ犠牲者が出る。ただいずれにせよ、ナタ人は非化聖夜の巡礼に疑惑の念を持つようになるだろう。そのような疑惑が浮かび上がれば、団結してアビスに立ち向かっていた人々の心は離れ、アビスの目論みは成就する。
あの者らの最終的な狙いは、反魂の歌に関するルールを乱すことだけでなく、人々が持つルールへの信用を瓦解させること。故にカチーナのような二人目の犠牲者を出さず、かつ各部族の守衛の力を強化する策を講じたいと考えている。その上で成果を盛り返す方法を模索し、アビスを阻止する。無論これは容易ではない。少し時間が必要だ。ここまでの話で君の怒りは少し収まったかな。エンジンがここまで丁寧に説明してくれるなんて、もっとバチバチの展開になるかと思ったぜ。先ほどは感情的になってしまい申し訳ありませんでした。おっしゃる通り、まず問題を解決する方法を考えるべきですね。成果の力を維持することが問題なら、余順者の戦争だけを一時中止にするのはどうでしょうか。それも考えたが、長きにわたり両者は切っても切れない関係にある。余順者の戦争が中止となれば、帰化聖夜の巡礼を勝ち抜いた際の栄光も失われ、参加者が減るだろう。それに伴って各地区の炎の量が減っていく。これでは悪循環だ。カチーナちゃんはアビスに人質に取られたのでしょうか。他の国でも地脈という概念を聞いたことがあるだろう。ヤガミの国も似たような存在だ。短い間ならヤガミの国に滞在しても特に問題はないが、アビスの影響が加わるとなれば話は別だ。個の存在が飲み込まれる速度が上がり、最終的に無数の魂と一体化してしまう。一杯の水を川に注ぎ込み、そして再度すくい上げても元の水とは異なる。それと同じ理屈だ。これが彼女の直面している危険となる。今置かれている状況と予測される結果をごまかすつもりはない。先ほどエンジン様がおっしゃったように、両方の解決策を模索することは私も賛成です。カチーナちゃんを探すことは私に任せていただけないでしょうか。エンジン様は成果の問題の解決にお力を注いでください。アビスがカチーナにもたらした危険は君にも同様に起こりうる。二度と戻ってこられない可能性が高いが、それでも構わないのか。カチーナちゃんが助けを待ってる。私が気にしてるのはこれだけです。余順者の戦争で彼女を守れなかった私にも責任はあります。私にも行かせてください。の、オイラたちは了解した。では君たちの行動を全力でサポートしよう。名園の主は地脈から古名を抽出する技術を習得している。カチーナの古名が見つかれば、私は両者のつながりを利用し、ヤガミの国における彼女の位置を特定可能だ。そしてその次が最も困難なのだが、君たちにヤガミの国に向かってもらい、彼女を連れ戻してもらう。そこって魂の国なんだよな。オイラたちも行けるのか。通常ならそこに入れるのは私たちの意識のみだが、人をそのまま送る方法もある。だがヤガミの国による拒絶に加え、アビスの力による侵食にも耐えなければならない。私は構いません。私もです。アビスの力と戦うことにはとっくに慣れていますので。ええ、ビビってるのってオイラだけか。しょうがない、こいつが行くならオイラもついていくぞ。名園の主シトラリは以前、大霊と意思疎通を図るための道具、スピリットストーンというものを作った。本来は部族の長が儀式で使う道具なのだが、その原理からして古名を探すのにも適している。数日前、かがり木の民に届けたが、今回の件で役に立つとはな。いろいろと助けていただいてありがとうございます。微々たる力だ。礼には及ばない。
こたびの救援活動を動かしたのは私の援助ではなく君たちの友情と勇気にある。むしろ助かったのは私の方だろう。君たちがいなければ一人窮地に陥っていた。君たちと初めて言葉を交わすというのに計らずも重々しい場面になってしまったな。君の功績は耳にしていたよ。君がナタに足を踏み入れた時からずっと君に会い最上級のおもてなしをしようと思っていたのだ。ルエ、なんでだ？なんでだと？他の国でもそのような待遇を受けてきたのではないか？最初はそうでもなかったけど、ご飯、今じゃそう、最高レベルの待遇を受けてるな。何しろ君たちは運命をも凌駕するものだからな。機会があればまたゆっくり語らおう。君が思っているより私は多くのことを知っているかもしれないぞ。緊急事態でさえなければ今宵は杯を交わし楽団のステージを見るのにぴったりだったんだがな。あ、そうだ、エンジン様、アテアおばさんからこれを渡すようにと預かったんです。先日のアビスの襲撃でおばさん怪我を負ってしまって、この中には私の思いと意志が宿ることでしょうと、エンジン様に伝えればきっと分かってくれると。この日がこうも早く訪れるとは。彼女の命を象徴する炎がお守りの中に流れているのがはっきりと感じ取れる。だが竜泉の州の温泉で直接手渡ししてほしかったな。私は彼女の戦友なのだから。安心してくれ、これは私にとって大切なものだ。大事に預かると約束する。ことが一段落したら彼女に会いに行こう。帰化聖夜の巡礼を中止にしたのは核築の炎の量とは関係がないんじゃないですか？ああ、そもそもとっくに足りていないからな。それも深刻なほどに。アビスの侵食が進行したことで炎元素力はひどく不足している。状況はもはや極めて悪い。帰化聖夜の巡礼が何の役にも立たないなら、いっそのこと中止にし各部族を守ることに戦力を集中させるべきだ。カチーナが八神の国に迷い込んだのもアビスの最悪の表彰に過ぎない。はあ、確かにこのことをみんなに知られてはいけませんね。ああ、じきにナタが滅びると民衆が知れば大きな混乱を起こしかねない。だが私が何も言わなければ対立は激化し、我らが英雄にあるまじき疑惑を向けられてしまう。また二択の問題ですね。後者が最適解であるのは明らかですが、あなたはそう判断しない。私はただ犠牲者が少ないからといってそれが正しいやり方であるとは思っていないだけだ。行こう、まだ対策は取れる。成果ならしばらく持つはずだ。もしかして。あ、ついてきてくれ。